ゲオルク・アレクサンダー・ツー・メクレンブルクは、ドイツのメクレンブルク・シュトレーリッツ対抗家の一員で、ロシア帝国の軍人。ロシア語名は、ゲオルギー・ゲオルギー・エヴィチ・メクレンブルク・ストレイリツキー。ドイツ語全名は、ゲオルク・アレクサンダー・ミヒャイル・フリードリ・ヒィルヘルム・フランツ、カール。メクレンブルク・シュトレーリッツ対抗、ゲオルクの次男ゲオルク・アウグストとその妻で、ロシア対抗。 ミハイル・パブロビチの娘であるエカチェリーナ・ミハイロブナの間の第三子、次男として生まれた。母方の祖母、エレナ・パブロブナ大公妃のクラスサンクト・ペテルブルクのミハイロフスキー宮殿で育ち、パーベル一世皇帝の彦として、両親や子弟と共に抗議のロシア提出の一員とみなされていた。ドイツの大学を卒業後に、ロシアリー、音楽的才能に恵まれ、 チェロやピアノを弾きこなした他作曲も手掛け、自身の結成した弦楽カルテットを弾いた。1890年2月14日に、サンクトペテルブルクにおいて、ロシア貴族の娘ナターリア、不要ドロブナ・ボンリアルスカヤと結婚した。この結婚は、帰戦結婚とされ、ナターリア及び、夫妻の間に生まれた子供は、ゲオルク・アレクサンダーのいとこの対抗アドルフ・フリードリヒゴセの、計らいにより、 メクレンブルク家の所領のあるカールオーにちなんだカルロフ伯爵家を名乗ることになった。1895年、祭祀と共にミハイロフスキー宮殿を出て、フォンタン家街46番地の屋敷に移り、1909年に50歳で、よう去った。一人息子のゲオルギーは1928年、ゲオルク・アレクサンダーの弟、カール・ミハイルの養子に入り、 1934年には、静着の耐えた、メクレンブルク・シュトレーリッツ大公家の家督を継いで、メクレンブルク公を名乗った。ゲオルク・アレクサンダーとその妻ナターリアとの間に、一男三女の四人の子女を設けた。いずれもカルロフ伯爵の姓を名乗ったが、長男、ゲオルギーのみは1928年より、メクレンブルク公を称した。ウィキメディア・コモンズには、 デオルク・アレクサンダー・ツー・メクレンブルクに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。